で、どうした？あのね、長谷尾のことなんだけど。あいつ、また何かやらかしたのか？やめちゃったって噂が。嘘だよね。長谷尾が辞めるなんてありえないよ。辞めたか。まあそれもありだろう。フィロ、これはゲームだ。引き止めるのはエゴってもんだよ。でも。ああ？でもきっと長谷尾は戻ってくる。だって。だって？なんだ。シノさんを救えるのは長谷尾しかいないと思うから。本当にそう思っているのか？長谷尾以外にいないもの。お前さんはどうなんだ？私は。あんまり長谷尾にばかり期待するな。うん、そうだね。未帰還者ってあんな風なんだ。私どうしたら志乃さんの役に立てるのかな。やっぱりここにいましたか。制作、新しいギルド癒し隊って名前になりました。そっか。それと秀夫がここで知り合った正し長官って人が。別に私に報告しなくていいよ。と、あとついでくれる人に向かって言う言葉じゃなかったね。ごめん。いえ。秀夫がギルドマスターになると思ってた。あいつは動き回っていたいって言うし、僕はいつ抜けてもいいようにしたかったんで。制作、そのことなんだけど。はい。いた、トータさん。お、タビ、どうした？ごめんなさい。何を？せっかく手伝ってくれたギルドを潰しちゃったから。別に、もう落ち着いたみたいだな。うん、それでこれ。うん、もう使わないから。やめんのか？リアルでの目標できたから。持っててやりたいのは山々なんだが、俺もやめるんでね。よ、こっちもリアルの事情だ。私たちが持ってましょうか。あ、僕らはずっとここにいるから。売り物じゃないんだけど。あ、こいつらは俺の後釜だ。売りゃしないさ。本当？うん、大丈夫。うん、目標達成できたら戻ってくる。へい、毎度。なんだかね。長谷尾、離れろって。だって嬉しいんだもん。うぜえ。